こんにちは、中央区です。今回の企画番組はこちら、中央区ふれあい街歩きマップを手に散策をしてみたいと思います。前回の銀座編に続いて、今回は人形町、浜町、東日本橋編をご紹介します。では行ってみましょう。この中央区ふれあい街歩きマップは、中央区商店街連合会が昨年行った60周年記念事業の一環として発行した観光マップです。中央区を6つのエリアに分けて、全部で6種類あります。広げてみると、それぞれのエリアの魅力がたっぷりと掲載されています。越津市の高橋美恵さんが描いたオリジナルのイラストが見どころを分かりやすく解説しています。この街歩きマップは、中央区役所7階商工観光課、中央区内の主要ホテル一部の駅で配布されていますので、手に取ってみてくださいね。今回紹介するのはこちらの人形町、浜町、東日本橋編です。都心のビジネス街に隣接しながら、江戸の下町情緒を残す人形町界隈。日本橋を舞台にした映画にも登場する昔ながらの商店街には、伝統の味や技を伝える老舗が並びます。今回の人形町周辺の街歩きマップには、このように江戸の文化と歴史巡りをテーマに、おすすめの散歩コースが掲載されているんです。おすすめの散歩コースを歩けば、水天宮や谷崎潤一郎生誕の地などがあって、町の文化、歴史を学びながら散策できますよ。こちらもおすすめなんですが、今回私は地図に載っている気になる場所を巡ってみたいと思います。まず最初に向かったのは、日本橋川沿いにあるこの日本銀行創業の地と書かれた場所です。地図によるとここら辺なんですけど、ありました。へえ、ここが日本銀行創業の地なんですか。日本銀行は明治15年10月10日にこの地で開業しました。その後、明治29年に日本橋本国町の現在地に移転したそうです。大通りからちょっと離れて、こういう歴史的な場所を巡るのも粋ですよね。さあ、どんどん行きましょう。続いては水天宮を越えて人形町方面へ。こうやって歩いてると、周りには近代的なビルもあるんですけれども、その中に老舗もあって、まさに江戸から東京への移り変わりっていうのが、この街の中にも出てるんですね。お、見えてきましたよ。ここが甘酒横丁なんですね。この街歩きマップで見てみると、親子丼発祥のお店の玉ひでですとか、岩井つづら店なんかもあって、いや、気になるお店いろいろありますね。明治の初め頃、近くの小道に終わり屋という甘酒屋さんがあり、そこを甘酒横丁と呼んでいたのが呼び名の起源だとか。その甘酒横丁近くにこんな場所が。街歩きマップに載っていたのは柿原銀座跡です。江戸の銀座は慶長17年に今の銀座2丁目の場所に置かれ、一旦廃止されましたが、改めて現在の人形町に銀座が再発足されました。当時この付近の地名が柿原町だったため、柿原銀座と呼ばれたそうです。もう一つの銀座があったんですね。お腹も空いてきたので、街歩きマップに載っていたこちらのお店を訪ねました。いやー、落ち着いた雰囲気のお部屋ですが、私がいるのは魚菓子料理のお店、吉梅さんです。
ここ吉梅吉朝廷の建物は昭和2年頃の建築で、すき家風の衣装は国の登録有形文化財に指定されています。戦争をくぐり抜け、屋久杉の天井や波板ガラスなど当時のまま残されています。そしてこちらがお店の名物ネギマ鍋です。おいしそうですね。カツオだしに野菜とマグロを使ったネギマ鍋は、その昔安く手に入ったトロをさっぱりと食べられるようにと下町の人々が考え出したのが始まりと言われています。マグロは周りが白くなったら食べ頃です。初めてのネギマ鍋、そのお味は？もう舌の上に乗せた途端にほーっととろけてきます。やっぱりこう周りに火が通ってる部分、そして中の部分はまだちょっと生なんですけど、中の方にね、旨味が凝縮してますね。そしてお ネギも、おネギの甘さ、そしてこのお出汁に全てのコエキスが染み渡っていて、本当に至福の時です。下町発祥の味と当時の面影を残す建物、同時に味わえるなんて贅沢ですよね。あ、そうそう、こちらの建物なんですけれども、一時芸者の修行をしていた女優の花柳小菊さんの住居だったそうなんですよ。昭和にかけて人形町周辺は吉朝芸者など多くの芸者が活躍していたそうです。芸妓として現在も活躍する人形町生まれの久松さんにお話を伺いました。芸の世界として華やかな時期というのがあったと思うんですが、はいはい、だいぶやはり雰囲気も今とは違ったんでしょうね。全く正反対ですね。はい、はい、変わりました。どんな感じだったんですか？私の子供の頃は、もちろんね、お家もなんていうんですか、こういう日本家屋で隙間がこう入ったりなんかして、その隙間から聞こえてくるお三味線とか、そういうお稽古の時の三味線とか鼓とか、そういうのが聞こえてくるのがものすごく素敵で、それで憧れてみんな芸者さんになったりしてってやってたもんですから、そういうのが今は全くなくなりましたでしょ。昔のいいところは、なんていうか、みんな気にしない、その和やかさっていうのが随分なんかおおらかだったんですかね。逆にでもその中で、今も残っている良さっていうのもあると思うんですけど、それはやっぱりね、住んでる方が引っ越してないので、それは2代目さん3代目さんにはなってますけど、やっぱりなんていうんですかね、やっぱり人情っていうかありますよね。で、不思議とマンションに引っ越しなさってきてる方も、知らない方でもなんかそういうのに触れることが多いんじゃないですかね。だからそういう風な感じが結構あるみたいで、久松さんもこの芸の世界というのを、またこれからに向けても伝承していかれるお立場でもあるわけですよね。ぜひ吉朝っていう土地柄で、下流会がね、戦争の時になんか大変だったそうなんですよ。もう亡くなったお姉さんとか、今まだいらっしゃるお姉さんたちが ものすごい勢いで吉朝を盛り立ててくれて、今線路を引いてくれた上を私たちが走ってるんですよ。だからそれをね、なくしたくないと思って今一生懸命頑張ってます。ぜひこれからもその伝統を守っていってください。はいはい、よろしくお願いします。華やかかりし頃の吉朝下流会を垣間見られた大変貴重な体験でした。さあ、お腹もいっぱいになったので散策続けましょうかね。次はそうですね、ここにね、クジラの絵書いてあるんですよ。ここ行ってみましょうかね。ありました。おお、これだ、クジラいましたよ。操り人形のバネは今でもクジラのヒゲが使われています。
特に人形浄瑠璃から伝承された文楽人形の命ともいえる精妙な首の動きは弾力に富んだクジラのヒゲでなければ出せないそうですって書いてありますよ。かつて人形浄瑠璃の小屋があったり人形を操る職人が住んでいたりとクジラと人形町は深い関係にあったんですね。続いては街歩きマップに扇子の絵が描かれているお店に行ってみましょう。こちらです。こちらは1590年創業の伊庭扇さんです。創業当時から和紙や竹材を使った商品を販売しています。中でも浮世絵を使ったうちわや扇子は粋な江戸文化を伝える人気商品です。こちらのお店の歴史というのはどれぐらいのものなんでしょうか。1590年、天正18年の創業ということです。1590年、はいはい、ということは家康が、江戸に来た時一緒に来たんで、その時がその、はいはいはい、運河を作ったり しながらその土地をもらうわけ、はい、徳川家からね。でそれで、まあ、普通はそこの土地を売ったりとか貸したりとかするんですけど、うちの場合は商売始めちゃったんで、ここで、紙とかね竹の原材料を江戸市中に納めていた、はい、売ってたということですね、はいはいはい、和紙ですね当時でいうね。そしてそこからこう今のような、そうそう、それはね結局原材料ってなかなか 商売がこうなんていうか競争が激しいから、ですからまあそこに付加価値を高めるためにまあ和紙と竹をマッチングさせてうちわとかそういったものを作ったんですね、はい、でそこでうちわだけではちょっと大変商売になりませんので、うちわの上にこう絵を描いたりとか、やっぱでもそうなるとこう時代とともにいろいろとこうデザインであったりいろいろ変わってくるわけですよね。そうですね、やはりトレンドってのありますから。こちらはこれはね広重の、ね、月下三景のうちの、利根川というね、絵なんですよ、うん、まあ、これは夏の月が出てて、これがまあ豊国のうちわなんですけどね。こちら、歌舞伎の一種、これはプロマイド代わり、だからまあこの歌舞伎役者が配ったり、興行しているところが配ったりする、はい、まあ、これもうちわ宣伝媒体みたいなもんですよね。これは豊国の、じゃつまりその仰ぐというだけではなくてこの絵柄そのものがいろいろな役割を持っていた。今でもほら女優さんのうちわなんてあるじゃないですか、はい、プラスチックだけど、あ、そうですね、今写真がそのままプリントされて、そうあれと同じような役目をしているわけですね、これ。なるほど、ね、うん、そういった意味ではまさに今につながるものもあるんですね。そうですね、宣伝媒体とする、うん、うちわですね、これはね。やはりこの辺りの一番の魅力ってどんなところでしょう。そうですね、やはり老舗含めて伝統あるいは工芸品が売ってるとかですね、伝統が息づいているとかそういう町ですので、やはり江戸の源流みたいなのがねここの町にあるような気がいたしますけど、はい、歴史と伝統を受け継ぐ老舗、江戸の息を感じるお店でした。続いて私は東日本橋方面へ。隅田川沿いにこんな案内が書かれていますよ。隅田川テラスにやってきました。街歩きマップによりますとここから東京スカイツリーが見えるということなんですよね。では早速ご覧いただきましょう。じゃん、どうですかこの隅田川の流れとビルとビルの間にそびえ立つ東京スカイツリー、素晴らしい景色ですよね。いやー、これは絶好の撮影ポイントです。5月にオープンする東京スカイツリーと春の隅田川、両方が楽しめます。散策におすすめのポイントです。今回はこの中央区ふれあい街歩きマップを手に人形町周辺を歩いてみました。皆さんもぜひマップを手にお出かけしてみてくださいね。それでは今回の街歩きで紹介しきれなかったお店や史跡などはぜひ皆さん自身で街歩きに出かけてみてくださいね。こちらの中央区ふれあい街歩きマップは全部で6種類。主な配布場所は中央区役所7階商工観光課、中央区内の主要ホテル、
一部の駅などです。